はい、今日はですね、面白い、サファイアをご紹介したいと思います。こちらはすで、に動画は始まっておりますけども、ご覧のようにですね、面白いまだら感が非常に、印象的で、なおかつこちらバフトップに仕上げたですね、非加熱サファイア、しかも 1.8 キャラもあります。このようにですね、今いろいろな角度をご覧いただいてますけれども、イエローとブルーのパーティーカラーになりますね。裏の方とかを見るとですね、カラーバンドの位置とか存在がはっきり分かるんですけど、このように、そのカラーバンドの入り方と、カットの角度との融合でですね、このように何とも言えない、見るたびに違う模様を感じられるようなね、非常に、面白い、非加熱サファイアになります。でこれまたツルツルのですね、表面を磨いたバフトップに、仕上げてますので、この裏のきめ細かいカットがまた綺麗にきらめいてですね、このバフトップから、このまだら感と一緒になんとなくこうブワッと膨張されたようなきらめき方をする、仕上がりになってますので、まあ面白いですよこれは、見てて。ですのでついついこの石もこのようにいろんなところからですね、さっきも見ただろうっていうぐらい同じところかもしれませんけど、見入ってしまう感じですよね。ですので実際にこれをお手元でですね、いろいろ、いろんな角度からこう見て楽しんでもらいたいなと思える作品が完成しました。今度はサファイア博物館かみたいな、そういうカテゴリーで、出品してみたいなと思うようなちょっと面白いものになりましたね。ですので取り急ぎですけども、こちらを早速準備して、出品してみたいと思います。この後もまた面白いですね、サファイアをちょっと検討してですね、本当にサファイア博物館をやってみようかなとも思っているところですけれども、現在、スピネル博物館、そしてオパール博物館で、今度はサファイア博物館ですね。ですので3つの博物館が開催されることに、なりそうです。はい、緊急事態宣言も解除されて、博物館等も第一段階で解除されるみたいですから、ジェフツリージャパンの博物館も、開催して行ってみようかなとも思ってますので、また今後も楽しみに、そして現在進んでますスピネル博物館やオパラ博物館の方もぜひご覧になっていただきたいなと思います。はい、ちょっと今他の企画の宣伝になってしまいましたけど、動画は続いてまして、本当にずっとですね、見てたくなる感じなので、撮影もどうしてもついつい長くなってしまいましたけども、まだいろんな角度を撮影してます。動画は続きますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、では出品の準備をしてみたいと思いますので、楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。